Xbox. こんにちは。こんにちは。世界の人が。たけしの斉藤寝具店。今週も頑張ってまいりましょう。はい、さあ、はい。出た。平時に参りましょう。行きましょうか。寂しい。行きましょうか。さあ、今日の来客からのお客様をお招きして出身国をクイズで当てていただきます。一、うん、人目のお客様どうぞ。よろしくお願いします。バンブランさんです。バンブランさんもなんか裏であのなんか虎なんか飼ってそうな。虎色気がねムンムンな感じ、お金持ちって感じ、かっこありますよね。そうだなって感じ。艶もね、ネクタイがまたいいですね。いいね、ネクタイがこの。さあ、バンブランさん出身国どちらなんでしょうか。第一ヒントです。世界で2番目に古い競馬場があります。シャントマルという競馬場があるんですが、それは1812年に設立されました。イギリスの陸軍の大佐が娯楽を楽しむ場として、イギリス人とフランス人を一緒に競馬をさせればこうお互いライバル心も忘れられるだろうと考えて、その国同士の友好のためにこの国に作ったそうなんですね。ちょっと難しいぞ、国の名前は。言われりゃ分かるけども、なかなかパッと出ないと。今フランスとイギリスは対立してました。1812年の頃ですからね。さあ、答えは、とりあえずイエメン。イエメン、よし。アラブ首長国連邦。あ、よく言えた。あ、セーブした。危なかった。続いてこちら。いつでもどこでも誰とでも握手するのが習わしなんですって。初対面の時はもちろん、ちょっとすれ違ったり別れ際などに握手するのがこの国の習わしなんですが、どういうふうに挨拶するんですか。こうなったらこっちですか。まあ、普通は桜どこは桜どっちかタコ砂糖っぽいですけどね。あ、どうなんですか。こういうふうにか、しっかりめに。あと、もし先輩の人だったら、ちょっと2つでね、こういうふうに、なんでしょうね、心から、うん、あともちろんハグもあります。こういうふうにもあります。ということはいろんなあれだね、挨拶があります。今一瞬こういう時にはなんておっしゃってましたか。こういうふうにのはナマステ。ナマステ、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 それも言うね。さあ、インドじゃない、よっしゃ、バングラディッシュ。そうそう、バチカンですか。どうしてあそこ結構間違えるんですよ。バチカンは国じゃない。あれ国じゃないか。さあ、じゃあ3番目のヒントに行きましょう。こちら、魅惑のダンス、セガダンスがこの国の民族的な踊りです。多民族で共通の言葉がなかったことから、お互いコミュニケーションするために人が集まった時にはダンスを楽しむようになったそうなんですが、実際踊れますか。そうです。じゃあぜひやっていただきましょう。一緒にさやかちゃん、この間のチアガールの笑っちゃったチアガールの下手なことな。ドライヤーを持ち上げてこういうふうにプリプリするよ。最後で多分、もうダンスしながらそれ最後でこういうふうにして、女もこういうふうにそれで上、後ろ来るとかね、下からパンツ覗くとかそういうのね。エディマーフィーみたいな笑い方ですね。さあ、どちらでしょう。ダンス、セガ、キリバス。キリバス。じゃあこの風景を見ていただくと分かるかも。4番目です。出た。
あの風景ですよ。インド洋の貴婦人、旅行会社のパンフレットでもよく見る風景ですけれども、みんなここは行きたいだろうな。行きたいですね。この国の人口は100万人です。で、東京都ほどの大きさのサンゴに囲まれた火山の島なんです。インド洋の貴婦人とかヨーロッパのハワイとか、トム・ソーヤの冒険、そういった作品を書いたアメリカ人小説家のマーク・トゥエインは、天国のお手本にもなったパラダイスと絶賛してます。この国を、綺麗ですよね。透明度高いですよ。いやー、おー、出た。なんか一斉に乗り出してるんですけど、明日からすぐ行こう。もう大ヒント、インド洋の、インド洋の友人、インド洋、モルディブセーシェル。だいたいそこら辺行くんだよな。あ、今、お、ラバちゃん、ファラオ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 、ね、じゃあ最後のヒント行きましょう。こちら、ラバちゃんどうぞ。モーリーさんとワイシャツで、はい、モーリーは今日は大丈夫です。今日したいですね。さあ、それから、さあ、はい、作業。さ、モーリシャさん。さ、モーリシャさん。そして、そして、せ、せ。せ飛んだ飛んだ。お前分かってんだろ。さあ、しせ。分かってんだろ、お前。分かってんでしょ。本当は。間、間、しとせの間。どうして言うと、モーリ、モーリシャス。ああ。100モーリシャスルピー、だいたい385円になります。ここでご本人クイズ。モーリシャスはパイナップルの生産輸出が大変盛んな国です。ですが、この国の人たちはパイナップルを食べるときに必ずあるものをかけて食べるそうですが、それは一体何でしょうか。脳にもあります。日本にもあるんですか。しかし、はい、僕はもう普通に醤油。醤油、醤油、パイナップルに醤油って合わなそうだから、うん、逆になんかその文化が、よっしゃ、はい、オリーブ油。さやかちゃんはオイスターソース。オイスターソース、オイスターソース、オイスターソース。まずそうですね。じゃあ答え聞きましょうか。何をかけますか、うん、パイナップルに。グリーンチリかレッドチリ。うん、あ、うん、あの唐辛子をかける、唐辛子ですね。はい、そうです。じゃあちょっと早速どんなものなのか見せていただきましょう。合うんすか。唐辛子を砕いて、あとは何を入れますか。クライム。ガムにかけたいですね、これ。あのスイカに一瞬かけたのね。そうは、そうですね。いや結構これ、うん、これはなんか美味しいな。はい、好評でした。好評。2人目のゲスト迎えしましょう。どうぞご登場ください。なかなかたまりました。はい、お名前教えてください。カリンズ、カリンさんです。カリンさん、第一ヒントです。物理学者クリスチャン・ドップラーの出身国です。ドップラーと言いますと、ドップラー効果って皆さん聞いたことありますよね。ドップラー効果、ドップラー効果、はい、波長が変わるという。まずどんなものか音を聞いてもらいましょうか。こちらなんです。さやかちゃん、これは何でしょう。ピーポピーポいや、理由はあるんだけど、このドプラー効果とはどういうことなんでしょうか。キュキュちゃんの音ですね。キュキュちゃんの音。ドプラー効果ってのはあのね、音だけじゃなくてね、あの精神的に、精神的に
精神的ドップラー効果っていうのはありそうだな。ありそうですね。相手がじゃんじゃん近づいてきてると心臓の鼓動が速くなる。そう好きな周波とか聞いてる。それは精神的ドップラー効果。人間関係もそうかもしれない。お巡りさん見るとドキドキしちゃうのとか、もうドラゴンドップラー効果。そうですよね。さあこれどこの雰囲気。はい、ドップラードップラー、ほとんどラッシャー、ハンガリー、ちょっと遠ざかったかな。じゃあ、いや違う、もういいか。二つ目のヒントいきましょう。こちらです。こちら一見普通の何の変哲もないメリーゴーランドですが、実は回っているのが本物の馬のメリーゴーランドですね。これがこの国のプラター遊園地というところにあります。すごいですね。でこれはですね、この遊園地の大観覧車は映画の第3のとこにも登場しております。じゃんじゃじゃんじゃじゃん。カイさん乗ったことありますか？はい、いっぱい乗ったことがありますよ。はい、楽しいものですか？あ、楽しいですよね。はい、はい、あの馬乗ってぐるぐる回るんだ。はい、普通の機械で回るんだけど馬が回る。さやかちゃん、フィンランド。あれ？ランドって言って遠く行っちゃったの。メリーゴーランドのランドね。ランドかなか。ランドかけてるんですね。ランドかけます。馬はなんで回ってるのか分かって回ってるんですかね。そうですね、ちょっと慣れてきたから。続いて3つ目です。転倒チャンス。私の旦那は日本人です。カメラマンをしているのですが、たけしさんを撮ったことがあります。そうですね、こちらの方、素敵なこと。これはどこで結婚式をやったんですか？あ、それは私の国です。今なんか私ドキドキしちゃいましたよ。桜が一番危なかったんですよ。あーって言っちゃったから。俺も一回そんなに来た。そしてもう一つなんですが、以前ホテルのフロントをしていたそうですね。そうですね。日本人のお客さんはよく来ました？そうですね、よく来ました。え、どこのホテルですか？桜さん誘導尋問をやめてください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。デビューシングルから最新ヒットミラクルズまで全35曲を収録したオールタイムベスト、ペットショップボーイズポップアート。二人の門出にこの歌を捧げます。よく考えよう、お金は大事だよ。保険料が一生上がらないがん保険はアフラック。アメリカンファミリー、明子先生とリトルダックスです。どうぞ。よく考えよう、お金は大事だよ。保険料が一生上がらない医療保険はアフラック。オープン。カパンカパン、小さくたって一人前。カパンカパン、ハットは特に一人前。考え方もカパンカパン、小さくたって一人前。3つ目です。転倒チャンス。私の旦那は日本人です。いい男。素敵なことなの。さあ、そしてもう一つなんですが、以前ホテルのフロントをしていたそうですね。そうですね、実は日本のホテルですけども。よいしょ、デンマーク。オランダ。まだ出てない。出てない。まだ出てない国がある。もうこれで分かりますよ、きっと。4番目のヒントです。映画サウンドミュージックの舞台になったところです。1965年のアカデミー賞で5部門の最優秀賞を受賞した映画ですが、この国が舞台で、ロケ地は観光客で、もうツアーがもうこのロケ地を回るというようなにぎわいを示してますよ。いきますか。はい、オーストリア。さあ、こちら10ユーロ、大体1260円になります。
サンドミュージックっていうのはお国では人気なんですか？あまりそんなにないんですよね。アメリカの映画ですので、アメリカ人はみんな知ってますけども、日本人もみんな知ってますけども、オーストリア人とドイツ人はそんなに好きじゃない映画ですよね。あ、そうなんですか。そして5番目、こんなヒントが隠れておりました。ウィーン少年少女の商談はもう有名ですよね。で、500周年を迎えて1997年には女の子の入学も一部認められました。でハイのシューベルトもこの合唱団の出身と言われて、本当に音楽の都ですね。さあ、そんなことでフルネームを教えてください、かりんさん。秋田かりんです。秋田かりんさん。サブラボみたいな。秋田かりんなんかキリン箱になってよ、どっかのあの果物屋で高そうだな。ゼリ日本お湯にマスターズ。今日も3種類のゲームに挑戦しっかりおなじみのゲームになりました。ビリビリ3択低周波、今日も挑戦していただきましょう。では、最初にバヌラーさんからいきましょうか。バヌラーさんへの問題はこちらです。このカーテンの向こうに3人パンティーストッキングをかぶっている人がいますが、そのうち1人はこの人が、この写真の人が混じっております。この方が何番か。バヌラーさんよく見てくださいね。それではカーテンオープン。これ難しいな、意外と。1番、2番、3番。2番いいな。ヒゲが最高です。2番これ取ってもこの顔だろ。バナナさんよろしいでしょうか。お答えください。レディーゴー。1番か2番か3番か。これはどうしても違うよな。OKOKOK。 わいらないでしょ、こんなの。アミさんはどんな問題でしょう。はい、北野武監督の作品でないものが混じっていますので、それはどれかを当ててください。なんだろうな。これですね。1番座頭市、2番みんなやってるか、3番シベリア超特急。わからないな。北野作品じゃないのはどうでしょう。これは俺の作品じゃないって言い張ってるんだけど、これはちょっと海外行くと恥ずかしいんだよな。それでは1番か2番か3番か答えてください。お願いします。レディーゴー。どうぞ、もうさせてください。佐藤一か、みんなやってるか、シベリア超特急か。次のゲームはこちらです。おしゃべりジェスチャー、成功すれば1枚になるんですが、こちらにですね、ある言葉が出てきますので、身振り手振り、もしくは母国語で外国人のゲスト2人に、ジェスチャーしてもらいます。それをラッシャーさんとさやかちゃんが当てて、30秒間のうち2つ当たれば正解です。1人役立つじゃないかだって。よーい、始め。レディーゴー。早く、ドマインベア、お酒、酔っ払った、ウイスキー、お酒、日本酒、変なお酒、テキーラ、酔っ払った人、酔っ払い、あと15秒、早く、スカイダイビング、カニ、ザリガニ、エビ、スカイダイビング、これはないだろう。ラッシャーさんがすごいしっかりとしてきましたね。じゃあそれでは、じゃあ続いてカリンさん、スタンバイお願いします。では用意始め。レディーゴー。第1問、アコちゃん。ドア。
着替える、下着、着替える、更衣室、うん、フィッティング、トイレ、寒い、トイレで寒い、サウナ、サウナ、お風呂、うわフィッティングって言ってました、フィッティング脱いでこうしゃがんでんのにフィッティング、しかも上半身脱いだ時にトイレって、トイレそうやって入るんだきっとさやかちゃんよかったな、はい、無事にお二人とも1万円獲得です。フォレストキングで行くで。フォレストキングはダメだろう。右回り丸っきらしい。持ち時計もないんだよな。でもこの馬がいい。じゃあおじさんも11月23日マイルチャンピオンシップでサプライズあんたが。最後のゲームはネットストラックアウトです。これはですね、ボールを投げてもらって、あの赤い的に命中すると頭の上のバケツにお湯がたまる仕組みになっていますので、バケツの青いラインを越えれば OK です。じゃあ、バナナさんから挑戦してもらいましょうか。では1回目のチャレンジです。こぼすなよ、頭を押さえる、頭を、ね、頭を2球目です。どうぞ。あっつっ、いや、まだってまだってこっから来たじゃんか。今当たったのにね。さあ、それでは3球目です。2球目のチャレンジです。
好きなスキーがしたい。そんな俺が生まれ変わってしまったのがなんとダチョウ。まいったな。ただそれをもう一度スキーができるのか。 Coming soon by JR スキー。うん、年賀状あと20枚ぐらいすぐできちゃうから。よし、来年もっといい年にしようよ。次は年賀状で会おう。美しく早く年賀状ならピクサス。キャノン。小雪さん、小雪さん、システナ C のことを教えてください。システナ C？ システナはそんな名前の恋人もいました。シミに内側から効くお薬です。冬も続けて。システナ C？ 第一製薬です。見せて走るという主義。プロジェクトゴッサムレーシング2 Xbox。いよいよ君の出番だね。空気圧もバランスも OK。 しっかりやるんだよ。タイヤと話せるプロがいます。ミスタータイヤマン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。